キビサービスエリア下りとキビスマート IC キビサービスエリアは岡山県岡山市北区今岡の山陽自動車道にあるサービスエリアである本項目では付設施設であるキビスマートインターチェンジについても説明するなお両施設の名称であるキビは所在地がキビ国の中枢地帯であるキビ路に近いこと由来するウェルカムゲートを経由し一般道から 敷地内に入ることができる。2021年8月2日にリニューアルオープン。2005年10月16日より ETC 搭載車専用のスマートインターチェンジが設置されている。当初は社会交通実験としての不設であり、目的とする実験は当初2006年3月31日までの予定であったが終了予定日寸前で実験期間の延長が決定した。 2007年3月31日までを追実験のための期間とした。実験終了後は、実験におけるデータの分析結果の末、正式な設備として高級化することが決定した。接続する道路高速道路以外の現地へのアクセス。ウェルカムゲートがあるため、このアクセスで施設の利用が可能。ゲート利用者のための小規模駐車場あり。 中鉄バス国道180号方面、芳賀山団地業 JR 西日本岡山市社管区、きび線備前一宮駅下車。北東方面へ、自動車では、岡山、総社の両市街地より、約30から45分。きびスマートインターチェンジ使用時もこのアクセス。ABCDEFGHE2 採用自動車道きびサービスエリア8月2日に、リニューアルオープン。 晴れの国岡山の魅力をギュッと凝縮。岡山魅力マーケット誕生。マイナス。西日本高速道路株式会社。西日本高速道路サービスホールディングス株式会社。2021年8月2日閲覧。キビスマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。